第管区海上保安本部によりますときょう午前5時に那覇空港を離陸しおよそ2時間半飛行して戻ってきた固定翼機、ファルコン2000のエンジンカバーの一部がなくなっているのが確認されたということです。部部品は海上で落下したとみられ、午前9時半ごろ海上保安本部のヘリコプターが 糸満市のキャン岬からおよそ7.2キロ離れた会場で発見しその後、巡視船により回収されました部品は長さおよそ2.2メートル、幅1.2メートルの繊維強化プラスチック製で重さはおよそ25キロありますこの部品の落下によるけが人などの被害は確認されていません海上保安本部が部品が落下した原因を調べています